まあ、東京で疲れたんで、明日の朝までやったら絶対地域っていうのを存続させるにはどうしたらいいか。合同会社マホラっていう、その不動産賃貸業を今メインに両国で活動している会社の代表をやっています。じゃあちょっと、まあ、東京で疲れたんで、うん、まあ、第二の人生じゃないですけど、うん、を、まあ、うん、育んでいく場所としてここを選んでやってきたので、まあ、いろいろあったんですけど、その3年ぐらいの間にね、最終的にはまあこの地域っていうのを存続させるにはどうしたらいいかっていうことを、まあ、解決するための会社として作った会社なので、今はもうほぼほぼそこに人生をもう全力投球しちゃっている状態ですね。不動産を賃貸するっていう、まあ、ありがちなよくある話なんですけども、空き家問題っていうのも非常に深刻な地域でもあるので、まあ、地域内でも持て余されていて困っている空き家っていうのを買い取る、もしくは実質無料で譲り受けるなどをして、でそれを地域の事業者さんと連携して、まあ、この地域で一番まあ、外見はともかく内装としてはこの地域の賃貸住宅ではもう文句なしにナンバーワンと言える、うん、ぐらいのいいものに作り直して、で移住者の方とか、あるいは地域内での引っ越しを考えてらっしゃる方々とかにお貸しするっていう、そういう事業内容になってます。この会社の事業の一部にありになっていて、でこれはもう基本的には収益事業ではないです、うん、というのはまあ、うちの会社の方でシェアハウスを運営しているんですけども、そこの入居者の方とか、そこにこう一時滞在される方といろいろちょっと話をしたりする機会がまああるんですよね、うん、で最近はもうそういったことで、うん、この先の仕事どうしようと、うん、今までちょっとこういう自分はこういうところが苦手で、人にこういうふうに思われてるかもしれないとか、ね、そういったちょっと踏み込んだ旅のことも含めて、まあ、行った時に、うん、話聞いたりとかっていうのが、まあ、結局それはそれ自体でお金もらってるわけではないんですけど、ここのシェアハウスに住んだりとか、まあ、当社の物件に入居されるっていうことは、ある意味そういう相談ができるっていうオプション的な位置づけになるのかなっていうふうに考えています。まあ、大学辞めるんだったら実家出てきなさいみたいな、まあ、それはそうだよねということで、まあ、19の時に東京で就職して、そこはね3年半で潰れました。潰れたって、自分が潰れたっていう、3年半で、まあ、やっぱりブラッキーな感じで、ちょっとね例えば夕方、当日の夕方入ってきた仕事で、明日の朝までに仕上げてねみたいな、いや明日の朝までやったら絶対間違いますよ、だって検査班もいないわけだし、でもやらなかったら絶対に納品できないから、タイムカードのシステムが32時間労働に対応してないんで、はい、タイムカードに入れるとエラーなんですよあなたは押し忘れていますみたいなエラーなんですよね、だからそこで手書きで書くんだけども、そんなだって32時間って記録残せないから会社としては、だからその間はいなかったことにして、で次の日例えば半日や空いてる、なんだろう、架空の、ね、記録ができるわけですよ、だからその月の最終的な残業時間は確か80時間ぐらいの記録だったと思うんですけど、まあ、それでも今の基準だと過労死ライン超えてるからダメだよって話になるんですけど、なんだけど実態としてはじゃあどうなのかっていうと、もう生活ぐちゃぐちゃですよね、もうあなたは完全にこう結構鬱ひどいからみたいな診断になるような状況でその現場に戻ってきたわけだから、まあ、その後、まあ、正常に勤務できるわけはそもそもないんですよね。最初ちょっとだましだましやったけども、ほどなく、全然無理っていう形になって、で、その後はもう半年死んでました。で、まあ、なけなしの貯金を食いつぶして死んでるっていう。で、どうしてももう、お金がないとあれだし、そもそも実家は大学辞めて、就職して出て行きなさいっていうノリで就職しちゃったわけだから、実家に頼るっていうのも
できないし、で半年経って、まあ、お金がなくなりましたと、なくなりそうですと、なんでちょっとしょうがないんで、まあ、当時、まあ、2000年代のね、あの前半とか中頃って、まあ、ある程度 IT 的なことが分かる人っていうのはまだかなり貴重な時代だったので、あのそれ系の会社にアルバイトに入ったんですよね。まあ、あのコミュニティ、今でいう、なんだろうな、SNS とかの投稿を検閲する会社、うん、でやっぱりあの、うん、その前のブラックなところでこう頭がおかしくなり始めたぐらいの時期、あの1年でいう何月とかっていう時期になってきた時に、なんかね、そういう感じになっちゃったんですよ、また、うん、なんかフラッシュバックじゃないんですけど、でそういう感じになっちゃって、またあの出勤できなくなる、でまたちょっとずるずると、うん、いけなくなって、結局フェードアウトして、うん、でその今度はあのオンラインゲームの会社に、うん、あの契約社員の口があったので、うん、そこをちょっと叩いて、うん、でなぜか採用されたの で、うん、でそこで、まあ、ゲームマスターっていう運営チームの中のそのゲーム内の秩序を保つのが主な、うん、業務内容で、まあそこでも同じように、うんうん、まあ、同じ時期が来たのだってなって、うん、でそれで、まあ、最終的には同じようにこうフェードアウトする形で、でもあのさすがにそういうのを繰り返してて、で次にトライする気力がもうどうしても起きなかったんですよね。なんでそのままもうどうしようもなくなるまで、あの引きこもって、そのまま、ね、借りてる部屋で引きこもって、うん、もうなるようになれに身を任せるか、それかもう諦めてあの実家に連絡するかっていう選択肢が自分の中にあって、うんうん、でまあそこでやっぱりなんかあのね、もうなんていうかな、流れに任せて、うん、例えば家賃滞納みたいなことになって。あるいはそもそもあの食費がなくなるから、うん、結構やばいことになるのかなっていう予感がするじゃないですか、うん、でそこまで考えたら、あ、もうこれは実家に頭を下げる以外の選択肢はないのかもしれない、うんうん、ただまああのね、ちょっと割とあの軽いっていうか、なんだろうな、程度の軽いように今ちょっと話進めたんですけど、うん、まあそれとも本当に、ね、表裏一体状態で、あの死んだら話は早いよねっていうのはずっともう付きまとってて、だからそれは、ね、とちょっとやっぱり取れなかったですよね。だから能動的には取れなかったけど、あの電車持ってる時とかはちょっとやっぱり時々あのちょっと待てっていう、うん、自制心みたいなのを、うん、総動員しないとこう吸い寄せられる的なタイミングがあったかなっていうのは今思えば、うん、ちょくちょくそれで、まあ、その後は3年ニートですよ、うん、実家に引きこもって、うんね、いやだからそれで3年ニートを許してくれたっていうことは、その当時よっぽどやばい状況に見えたんだろうなって、うん、親とから見ても、うんうん、ここ の、 いやあの山の集落ってあの波外れたどいのかじゃないですか、うんうん、もう本当にあの限界突破してる、限界集落っていうより限界突破集落だなっていうぐらいの、うん、あの超田舎だったから、うん、それがあの東京で消耗してる身としては、うん、あのなんだろう、あまりにも対極の環境だったっていうのが、うん、まあ、それ自体に結構刺さったんですよね、うん、あの短期滞在で行って、その鹿とかイノシシ捌くとは思ってみなかったし、うん、なんだこの、 あの田舎具合みたいな、うん、そう、あのちょっと国が違うんじゃないかぐらいの、ね、うん、トマト農園の、収穫、主に収穫、それがもう終盤に差し掛かって、なんだろう、住宅付き農園みたいな、うんうんうん、でそこ の、 あの管理人ちょっとあの補充したいんだけどどうっていう話があって、でそこでまあちょっとあの役場の人との知り合いも増えたりとか、うんうん、いろんな人になんかいろんなことを知ってるよねっていうか、なんか、うん、なんかいろいろ分かるよねみたいな、そういう、ね、ざっくりしてるんですけど、
まあ、なんか便利屋だなってそういうのって、うんうん、やっぱりあの今ねこの霊北のあの辺りでそういったなんだろう、もともと昔からあの雑多なそういったなんだろう、それ一つだったら到底ね、それ一つで食べていくのは難しいけども、まあ、いろんなことを同時進行でやるっていうことで最終的に食べていける、いわゆる百姓、うん、百のなりわいを、うん、百のなりわいで食べていくっていう、そういったあの空気感っていうのはまだ残っている部分もあったので、じゃあできることであの収入にすればいいじゃないのかなし、うん、自分でなんかなんだろう、価値を提供できることっていうのを育て上げるまでをあのいろんな仕事とか、まあね、地域仕事とか組み合わせて、うん、そういったなんだろう、つなぎができればいいじゃないっていうふうに思えたのは、やっぱり来てからいろいろ地域仕事に手を出してやってみて、で、ね、まあ、ありがたいことにあの地域の先行移住者の方とか地元の方とかとある程度の関係性を築けて、こう声をかけてもらえるようになったから、うん、からこそそういう考えができるようになったんだろうなって。都会でサラリーマンやってるとやっぱり難しいですよね。副業っていうとやっぱりあの、ね、本業の勤務終わった後に居酒屋とかコンビニでバイトするみたいな、うん、そういう考え方しかあの浮かばない人もきっとたくさんいるんだろうし、うん、だけど、まあ、この田舎で副業しようと思ったら、うん、まあ、夏はトマト収穫して冬は生姜収穫して、でその間に別にブログ書いてもいいし、うんうん、あるいはね、あの大工見習いやって、うん、あの本職の大工目指してもいいかもしれないし、うんね、あるいは空き家買い取って賃貸始めてもいいかもしれないし、うん、やろうと思ったら結構あのやってもいいよっていう余白が許されてるっていうのが、うん、いいところだなっていうのはまあ思いますよね。そうやって自分であの何かを始めるっていう第一歩を踏み出すってことについては、まあ、田舎の方がずっとハードルが低いんだろうなっていうのは思うんですよね。自分のその理想の生き方っていうやつ、うん、をちょっと真剣に考えてみて、どんな暮らしをしたいのっていう、うん、最終的にたどり着きたい目的地はどこなのかっていうのを、うん、ちゃんとあの解像度を高めに描き出すっていうのをしばらくこう訓練して。うん、でそれをあのその描いた青写真っていうのを現像するのにふさわしいところはどこなのかっていうのを考えるのが大事だと思うんですよ。でその結果が東京なんだったら別に東京でいいわけで、うん、でも東京じゃ難しいよねっていうことだったら、東京じゃないじゃあどこなのっていう、うん、それは例えば、まあ、霊北の山奥かもしれないし、あるいは高知なので、まあ、まずはあの運よくこういった発信っていうのを受け取って、受け取ることができた、うん、あなたはまず自分の問題を解決するためにまずはちょっと相談の、うん、一報を送ってみると、うん、でそれで何か変わったらよかったなと思えたんだったら、まあ、身の回りの人とか、あるいは、まあ、SNS とかでもいいですけど、そういったものを通じて、自分が東京で消耗してるとか、うん、なんかこう生き方に悩んでるとかだったら、うん、こういう活動してる奴らがいるよってことを広めてもらえたらいいのかなっていうふうに思いますね。